はい、皆様こんにちは。こちらはね、県庁、群馬県庁の32階展望ホールより西側の風景です。雪景色した浅間山が見えます。広々としてますね。もうね、エレベーターに乗りました。ドアが閉まります。1階までね、75秒間かかるんだそうですよ。はい、動き始めました。妙義山とかね、荒船山とか、そういった感じが眺められますよ。坂東太郎、利根川ですね。高所恐怖症の方はね、かなり高いですから、足元がね、心もとない感じがしてしまうんですけど、でも私はね、煙とね、なんとかは高いところが好きだって言いますから、私もね、高いところが好きなんですけどね。もうだいぶね、真ん中ぐらいまで来ましたか。ビデオカメラが映ってますよ。もう着きましたね。はい。おお、顔も映り込んでますね。怪しい顔してますよ。はい、到着です。ご視聴ありがとうございました。こんな感じね。すごい感じだね、県庁ね。皆さんね、何の用があるんでしょうかね。はい、さよなら。お元気で。